のためな僕、うん、ずっと探していた理想の自分。プロフェッショナルとは全てにおいて諦めないことだと僕は思います。プちょっと待って、どうしたのマリサ。どうしたのじゃねえよ、なんだよ今の。ああ、ウプ主がやってみたいって言うから手伝ってあげた。お前最後の方笑ってただろ。何のことかなあ。あ、そうだ、どうも皆さんお久しぶりですね。どうもだぜ。今回は AW の実況やっていきますよ。え、なんで AW なのかって、あなたたちが選んだんじゃないんですか。やーだー。まあね、仕方ないよね。みんなが見たいならやっていきましょう。まったくなんですぐやらしい方に入れたがるんだ。ほんとだよ、少しはウプ主を見習ってほしいね。いや、ウプ主も大概だよ。ウプ主は生まれつき変態という特性を持っているからね。仕方ないね。どんなゲテモノ特性だよ。夢特性だよ。なに、どこぞのポケットでモンスターなゲームに出てくるの。R18 は間違いないね。まず売れないだろ。まあ、そんなくだらない話は置いといてね。実況しましょ実況。ウプ主構ってくれないから拗ねてるよ。ああ、すっかり忘れてたぜ。ところでなんで、私たちが実況してるんだ。ウプ主何やってんの。それがね、実況しようと張り切ってたんだけどね。喋れないし、めんどじゃなくて、咳が止まらないんだって。おいー。今、めんどくさいって言ったよね、視聴者激おこだぞ。いやね、咳が止まらないのは本当なんだよ。めんどくさいってのが上だけどね。結構ウプ主の実況が見たいって人いるんだぞ。その気持ちは嬉しいんだけどね、面白くできるか不安なんだよ。まあな、ウプ主コミュ障だしな。コミュ障言うな。霊夢なんか言ったか。え、私は何も言ってないよ。気のせいだったのかな。そういえば、ウプ主が初めて実況動画上げたのアウだよね。確かに、懐かしいな。マリサ、ウプ主の一番好きなスナイパーライフル何かわかる？え、そうだな、やっぱりボツのバリスタとかじゃないのか。実はね、今使っている MORS なんですよ。珍しいな、なかなか好きなやついないんじゃないか。やっぱりね、レールガンってのがね。ああ、ウプ主らしいな。1年ぶりぐらいの AW 実況ですからね、上手くなったところを見せないと。確かにな、先般なんてかませないぜ。ねえねえ、マリサ。どうした霊夢。この試合あと残り6分ぐらいあるんだけど。それがどうかしたのか。お前まさか。ねえ、カットしていい。ねえねえカットしていい。え、ダメ。カットしました。10分間も喋ることないからね、仕方ないですね。さっきのカットは悪意がこもってるよな。そんなことないですよ。そんでね、話結構戻るんだけどね。AW ってさ、みんなクソクソ言ってるけど、面白いと思うんだよね。確かにな、どこぞのニカドンゲーに比べたら全然面白いと思うけどな。あのゲームだけは本当に苦手。確かにな、普通にやれば楽しいけどフィードが加わるとな。そっか、ウプ主フィーダーだもんね。だから毎晩、絶対5オン行けたってわーとか言ってるんだね。どんな生活してるんだよお前ら。ウプ主も頑張ってるみたいだし、応援ぐらいしてやれよ。え、頑張る、つまりプロフェッショナル。いやよくわかんない。しかも、今のやりたかっただけだろ。バレちゃった。いや、バレバレだろ。何やってんだよ。ウプ主が覚醒したみたいだよ。はぁ、まあまあ見てて。
性ネタも久々だね。確かにな、でも結構無双してたよな。カットされてたけど。あれは致し方ないことなのだよマリサくん。てなわけで今回の実況はここまで。見てくれてありがとうだぜ。それでは皆さん、お疲れ様でした。